合コンに参加したことはありますか？面白いエピソードがあれば聞かせてください。はい。一時期すごくたくさん合コンしてた時ありましたね。面白かったというか印象に残っているのは、3対3で合コンをした時なんですけども、相手の男性3人組が明らかに酔わせて持ち帰りしたいみたいな、最初からそんな雰囲気だったんですね。すごく嫌だなと思って、もう早く帰りたいなってなってたんですね。私たち女性3人は、3人ともすごくお酒強かったんですよ。なので、その、勧められるままに、こう、どんどん強いお酒を飲んで、もう逆に、もう一緒に飲んでくださいって言って、強いお酒を相手にも勧めて、もう相手の方を先に潰しちゃって、お持ち帰りされずに、逆に私たちの方が潰して帰ったっていうことがありました。だいぶ酔ってたんで、大丈夫だったかなってちょっと心配ですけど、あれは面白かったですね。女性の手でここをこうしてあげると男性はとても喜びます。どこをどうしてあげたら男性も喜びますか？実演してください。どうしましょう。じゃあ、こんな感じで、優しく、まず、なでなでします。で、そうすると、だんだん、起き上がってきます。で、起き上がってきたら、くるくるします。くるくる。で、最後に、軽く握って、上下に優しくスリスリします。で、だんだんちょっと強くして、速くします。こんな感じにすると、男の子は気持ちいいと思います。